Hey, what's up? 山本です。私は今インドネシアジャカルタスカルノハッタ空港に来ております。先ほどシンガポール航空のフライトを使いましてシンガポールから到着したところになります。名古屋出発していろんなことがありました。今回の目的地インドネシアになります。なので4本飛行機乗り継いでやってきたんですけども、ここまで来るのに本当にすごい長い道のりでした。本日お届けする動画はもうサムネ上は決まってると思うんですけども、多分フライトレビューの動画になります。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 V リーガー私山本が旅の情報フライトレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日利用する航空会社は決まってません。サムネでは決まってます。ただ今の段階では決まっておりません。つまり航空券まだ予約していないんですよ。なのでどこかのフライト、行き先は多分電波サールです。多分では電波サールに行きます。バリ島行くんですけども、航空券まだ決めてないんですよ。なのでどこの航空会社乗るか今の段階では決まってないんですけども、一つ言えるのはちょうど今日付変わった0時になりました。この後どうしようかといろいろずっと到着して1時間ぐらいもここで考えてるんですけれども、決めました。本来はもう今日の朝着いたので街中行って4ポイントバイシェラトン泊まる予定でホテルレビューの動画出そうかなと思ったんですけども、皆さんご存知の通りマニラでいろんなことがあって乗り継げず結果変更しましたが、到着もこの時間になってしまいました。本来は今朝到着する予定だけに残念です。なので今回はホテルレビューではないんですよね。なぜなら今から行っても1時間ぐらいかかりますし、ホテル代7,000円、タクシー3,000円、1万円以上かけて泊まるのもバカくせえなと思いますので、今日は空港泊しません。空港泊したいんですけども、もう暑くて体中ベタベタなんですよ。シャワー浴びたい。ただ国内線ラウンジプライオリティパス使えるところも一部ありますけども、シャワーがないんですよ。つまり僕シャワー浴びたい、あとちょっと腰が痛いっていうのもあるので、今日は空港内にカプセルホテルがあるんですよ。なので今日はカプセルホテルに泊まって明日どこかの飛行機使って電波サールまで行こうかなと思います。なので今1階におりますが、どこかにカプセルホテルが第3ターミナルにあるみたいなので、それ探します。ブッキング .com で見たら2500円ぐらいだったんですけども、今ちょっと日付変わっちゃったんで、いつも思うんですよ、これ日付超えた場合どの日付で予約していいか分かんないですよね。今27日なんですけれども、仮に27日に予約したらチェックインが例えば2時とか3時だったら、その時間までチェックインできないとかあり得るので、とりあえずもうこのままホテル向かおうかな。カプセルホテル向かって直接ホテルの人と交渉してみます。値段がもしブッキングドットコムとかの方が安かったらそっちから予約しようかな。そんな感じで今日は行こうと思います。なのでこの後ホテル行きますが、どこの航空会社に乗るか今のところまだ未定です。ジャカルタ電波サール間はいろんな航空会社就航してるので結構選び放題なんですよ。ちなみにインドネシアはこの後休日連休があるのか分かんないんですけども、28以降飛行機代めっちゃ上がるんですよ。なんでこんなに上がるのってぐらい上がるので、本来は今日と明日ジャカルタ滞在予定だったんですけども、ジャカルタ滞在やめます。今回何年か前に行ったことあるのであんまり面白い街ではなかったです。なので今回はもうジャカルタ素通りして電波サールに向かおうかなと思います。それではまずは今日の宿に向かいます。どこにあるんでしょうか。それでは向かいましょう。1階のどこかにあるみたいなんですよ。一応 Google マップ上は僕が進んでる方で合ってるよね。多分こっちで合ってると思うんですけども、分かんなかったら誰かに聞こう。1泊2500円ぐらいなので、下手に街中行ってタクシー3000払って寝て起きてまた空港に戻るって言ったらバカ臭いので、今回はもうこれが最高の決断だったと思いたいと思います。謎が解けました。これ1階にあるみたいなんですよ。ただこっちの1階イギリス式、先ほどいた場所はグランドフロアだったんですよ。なのでどう探しても見つからないわけだ。ここに行きます。到着しました。エレベーター降りてすぐデジタルエアポートホテル、ここカプセルホテルになってるのっていくらで泊まれるんだろうな。ブッキングドットコム見たらだいたい2500円ぐらいだったんですけども、直接来てみました。確認してきます。タップ、お、近未来的、上かな下かな、上だ。分かんなくても分かるか。これでな527、これ絶対清掃してないよね。527527527、ちょっとフロント行ってきます。変えてもらいました。次533533、また上か。今度はちゃんとクリーニングされてるかな。あ、そもそもやっぱ開かないんだ。これで開
きますと。シャワー浴びてきました。いい湯でした。ちなみにシャワーブースまた別の場所にあるんですけども、よくあの昭和のトイレにありそうなあの男性用小便器に入っている匂い消しの何ですかね、あの丸い玉あるじゃないですか、あれがあったのであの匂いがすごかったです。そして今回のカプセル、どっかで見たことあるなと思ったんですけども、多分ですよ、僕も記憶が正しければウクライナのキエフ行った時に、今キーウか、キーウに行った時の泊まったカプセルホテルも同じやつだったような気がする。残念な点 USB ポートしかない。マジか、コンセントねえんだよな。パソコンは使わないでもう早めに寝ます。おやすみなさい。おはようございます。朝になりました。本日4月27日朝11時です。この後ジャカルタからデンパサール行きのチケット購入しようと思ったんですけれども、ちょっとハプニングといいますか問題発生しました。今日14時30分発デンパサール行き ID バティックエアという航空会社にしようと思ったんですけれども、これの8500便、1529,000ルピア、だいたい1万3,000円ぐらいなんですよ。よし、これで発見しようと思って今公式サイト来たんですけども、見てください、キリック BCA ってやつじゃないと払えない。他クレジットカード、コンビニエンスストア、 ATM 使えないんですね。ここ見ると ATM は出発5時間前って書いてるんですけれども、マジか。なので今チケットこれ買えないんですよ。でしかも旅行会社のサイトとかもう載ってなくて、例えばこれ今 Google フライト見てるんですけども、バティックエアで予約、これしか選択肢がないんですよ。なので発見できない。だから一旦空港の方行ってみようかな。空港の窓口とかで発見したら乗れるのかな。ちょっとそれをやってみようと思います。ちなみにバティックエアターミナル2から出発ということで、この後ターミナル3に今おりますので、ターミナル2に移動します。その前に今スカイスキャナー使ってみたら、なんとアゴだから予約できそうなんですよ。なので一旦これでチャレンジしてみようかな。果たして発見できるんでしょうか。それではちょっと手続きやってみますわ。無事に発見できることを祈ってポチポチしたいと思います。無事に発見完了しました。これで一安心。それでは空港第2ターミナル向かいます。さて出ました。どうやってターミナル2に移動するんだろうな。ジャカルタ一度だけ来たことあるんですよ。ただその時日本航空で来たんですけども、その時はターミナル2からの離発着、今ターミナル3に移動してるんですけども、なんかエアポートリンクだかなんだかってやつ乗るっていうのを見たので、それ探します。デジタルエアポートホテル、お世話になりました。上のフロアの出発カウンターのところに来たんですけども、ここではないな。全然書いてないよ。ターミナル移動の電車が走ってるみたいなんですけども、どこから出てるか全くわからねえ。ちなみに今いる第3ターミナル、ガルダインドネシア航空も使っているターミナルで、今映しているのは国内線のチェックインカウンターなんですけども、結構人いるよ。今日平日の真っ昼間なんですけれども、意外に人が多いわ。皆さんどこ行くんだろうな。吉野家？嘘。吉野家見つけた。吉野家の前に地図あって、ここにスカイトレインってあるんですよ。これがターミナル移動のやつなんですけども、パッと見このフロアにはなさそう。あ、違う。あ、え？スカイトレインテンポラリークローズ。え、嘘。じゃあどうやって行くのこれ。下行けばいいのかな。とりあえず吉野家見てから下行きますわ。吉野家だ。すごい、ジャパンズナンバーワンビーフボール。おうおうおう、見た目全然日本の吉野家と同じ。どっかの空港、フィリピンか、フィリピンの空港でも牛丼たるものがあったんですけども、あれは牛丼かっていうのが多かったんだけど、これは本物じゃないかな。メニュー見よう。いっぱいある。オリジナル焼肉ブラックペッパー、はいはい、唐揚げ、鶏丼。どうしよっかな。12時ぐらいなんですけど、まだ食事取ってないので考えよう。吉野家の牛丼レギュラーサイズ並盛りで 63,636 ルピア。日本より牛丼が高い。インドネシアで日本の外食の物価が安いのか、こっちが空港価格なのか。あー、マジか。そしてこの後飛行機乗るんですけども、荷物預けたりだとか、どこに何があるかこの空港よく分かってないので、一旦ここで食べるのやめますわ。とりあえずターミナル2向かいます。あそこにインフォメーションカウンターなんで聞いてみたら、一つ下のフロアに降りたら分かるよってことだったので、一つ下のフロアに降りてみたいと思います。あの先にもうすでに電車止まってるので、あれに乗って移動するみたい。エレベーターすごいな。これ行き先によってペダル踏んでくれってやつだよね。
下のフロアに行きました。インフォメーションのお姉さん1回行ったんですけど、ここグランドフロアになります。ここに書いてます。ただ日本語の翻訳がぐちゃぐちゃ。バンニターミナニスカイトレイン、日本語ってやっぱ難しいね。グランドフロアについて一旦外出たんですけども、このエスカレーターに乗ってまた上に向かうみたいです。ここで上がった先がインドネシアでいう1階になります。運転席丸見えすごいね。この仕切りしかないわ。これに乗ってターミナル2向かいます。第2ターミナル到着いたしました。こっちのターミナルは第3ターミナルと全然違うな雰囲気が。まずはチェックインカウンター探しましょう。チェックインカウンターに行くには手荷物の保安検査が必要みたいです。このターミナルの非制限エリア特に何もないですね。両替所があったりだとか、ちょこちょこ2つぐらいかな飲食店があるぐらいで、それ以外は特に何もありません。保安検査行こうと思ったんですけど、まだ奥にありました。こっちだと飲食店、コーヒー屋さん、カフェ、コンビニのようなところもありますし、沖縄でおなじみの A&W もあったりとか、こっち側の方が栄えてるね。全然違う、先ほどいた場所と。ビアードパパあった、普通に日本語もある。今はシュークリームの気分じゃねえんだな。保安検査完了しました。この後のフライトも全部ライオンエアーに侵食されてる。全部ライオン、しかもこれ全部インドネシアの国内線です。ライオンエアばっかりあるなと思ったら謎が解けました。逆にこのバティックエアばっかりで一つだけライオンエアがあるんですけども、チェックインカウンターの場所が違うみたいです。なので私はライオンエア側の方に行ってたみたいで、表示がないということだったので反対サイド来てみました。こちらもバティックエアの国内線、インドネシアいろんなところに就航しております。本日は50から56番のチェックインカウンターということで、そこまで並んでない。これなら5分10分ぐらいで終わりそうです。それではチェックインしていきます。ただいまチェックイン中です。サクッとチェックイン終わりそうな気するな。チェックイン完了いたしました。本当にサクッと終わりました。日本の国内線ぐらいの感覚でサクッと終わるチェックインでした。今回のチケット手荷物20キロ預け入れついてきました。 20.9 キロだったんですけど特に問題ありませんでした。この後お腹空いたな。一応近くにプライオリティパスが入れるラウンジがあるんですけれども、そこ行けるかな。今いるのが 2-E という場所なんですけども、 2-D という場所にあるんですよね。ちょっと行けるかわからないんですけれども行ってみたいと思います。この感じだと D のゲート行けそうだな。なのでプライオリティパス使って入れるラウンジあるので、そこで軽く食事したいと思います。これから D の方に向かってるんですけども、国内線でプライオリティパス使えるラウンジありがたいですよね。日本だったらこの前私も動画出しましたが、名古屋中部空港であるんですけども、他の空港はないですからね。ありがたいわ。早速見つけました。今回行くのがブルースカイプレミアラウンジという場所になりまして、こちらです。それではラウンジ行ってきます。受付完了しました。顔認証でゲートがこんな感じで開く。ハイテクだ。それでは食事メニュー紹介します。早速よ、ナシゴレン。これがなんだ、アヤムリカリカ、魚かな。そしてこれがトゥミスヒゾウジャムオ、野菜。そしてこちらがご飯、アネカレブさん。あ、ピーナッツとコーンとジャガイモかな。じゃあバナナだこれ。そしてここにパンがあって、バーバーケタンヒタム、何かわからん、あんこかなこれ。こんなのがあって、天ぷらかな、アネカゴレンガン、スープキムロ、何かのスープです。反対側にはフルーツあります。スイカメロンがございます。ここにはなんだ、ソース、いろんなソースがあるので、おそらく、いや違う、ソース、何のソースだろうこれ。いろんなソースがあるわ。何のソースかは分かりませんが、いっぱいソースがありまして、スナック2つ、バーコーナーがあります。ただアルコールは残念ながら有料ということでした。他にもフレッシュジュース、今補充中かな、あと2つぐらいありそうなんですけども、今はここにあった、これか、リンゴとオレンジ、そしてフレーバー水、これらがありました。お水は冷蔵庫にお水だけでドンと入ってます。ライブクッキングまであるのか。1時までインスタント麺ですけども作っていただけるみたいです。ただいま12時50分なのでギリギリ間に合った。いろんな麺があるの、汁なしのやつもあるんだ、いいねこれ。ほら魚、
魚か、エビ、カニカマ、ちくわ。ちなみにこれ朝卵もあるし、あ、鉄板焼きもあるのか。フルコギ、モンゴリアン、鉄板焼き、何が食べられるんでしょうか。卵料理はこれらです。スタッフがいないんだけども注文、あ、ベルがある、注文します。すごいよね、インスタントいえどもこうやってライブで作ってくれる。そして鉄板焼きもあるっていうことなので、鉄板焼きの具材がこれらということでした。これら、いや、すごくいいわこのラウンジ。プルコギ頼んだんですけども、てっきり牛肉のプルコギ、日本や韓国でよく見るやつかなと思ったら全然違った。ここにある食材、これらを焼くみたいで、野菜を投入と。さてといただきましょうか。いっぱい持ってきちゃった。これプルコギ、プルコギっぽくないけどプルコギなのよ。そしてミーゴレン、卵付き、あとは名前わかんないけどもインスタントラーメンに、ナシゴレンにチキン、炭水化物がめちゃくちゃ多いことをお許しください。まずは何から食べようかな。まず手前にあるラーメンからいこう。ちなみにこれ粉末スープがよく混ざってないと思うので、しっかり混ぜないと味がしないんじゃないかな。よし、こんな感じでいきましょう。スープから。辛いわ、辛いけどピリ辛ぐらい美味しい。麺はどうでしょうか。いいね、日本でもよく食べるような塩味のインスタント麺。続きましてミーゴレン。インドネシア料理食べるの久しぶりだわ。出来たてですかね、これ。しかもこれもあまり混ざってないのでしっかり混ぜて食べましょう。そうじゃないと味がちょっぱかったり逆になかったりっていうところが出てきちゃうかもしれない。これうまいわ、インスタントでこの味か。本場というか本物のミーゴレン食べたら驚くだろうな。そしてプルコギ、鶏肉とあとはちくわとかカニカマとか入れたプルコギです。甘辛のプルコギソースがめちゃくちゃいい匂い。まず鶏肉から。あ、プルコギだ。味は鶏肉のプルコギ、これご飯進む。ナシゴレン、いいね、東南アジアの香り。久しぶりにナシゴレン食べたけども、ナシゴレンもいいわ。ラウンジを出ました。出発時刻勘違いしたわ。ラウンジのアナウンサーってよかった。それでは向かいます。やっぱりこの空港広いっていうかすごいね。ローソンがあったりだとかカフェがあったりだとかいろんなお店あるんだけども、今日はこっちがゲートなんですよ。マジかマジか、すぐそこすぎるんですけども、これこんな並んでるか。なので今日も今日でもちろん一番最後に登場しよう。すごい列だわこれ。まだまだ人の波が途絶えない、すごいわ。この奥に本日の機材バティックエアのものあるんですけども、尾翼の部分がバティック柄になっているので、そのままそれが斜面になっているみたいです。本当に今日、これこそ満席じゃないかな、そんな気がしてやまないし、まだまだ人が多いので別のところ行ってこようかな。めちゃくちゃ人多い。ローソン、ローソンだよ、コンビニでございます。他にもお店ちょこちょこあるんですけども、他の空港に比べたら閉店してるお店少ないなっていう感じがします。至る所にカフェがあるなっていう感じがします。マッサージ屋さんがあったりだとか、ナシゴレン食べられるレストランがあったりだとか、やっぱりコーヒーカフェが多いな。カフェ、ここがカフェで、ここもカフェか、すごいカフェ多い。 A&W があったりだとか、こんな感じになってます。いろんな、あ、あれがあったよ、バティック航空のラウンジがありました。ビジネスクラス搭乗者が使えるみたいなんですけども、今回残念ながらエコノミークラスなので使うことができません。
他にも服屋さんがあったりだとか、すごいね、結構発展しているなっていう感じがします。それではこの奥はもうさすがに何もなさそうなのでゲート戻ります。そうそう、びっくりしたのが先ほどいたラウンジ、普通にパイロット機長の方が普通に飯食ってた。びっくりしたわ。日本では絶対ありえないので、でも世界的にもありえないっていうか、初めて見た光景ですわ。どういう感じで入ったんだろうな。機長さんが自分が操縦するっていう手を使ってっていうか、まあ、自分が操縦するので自分も乗るので、それプラスプライオリティパスとか出してるのかな。どういうからくりでラウンジを利用してたか聞けばよかったな。不思議な光景が世界には広がっております。嘘でしょ、まだ並んでるよ。どんだけいるのよ今日。これが搭乗ゲートというわけじゃないと思うんですよね。搭乗ゲートに入るためのその手前の関所みたいなところだと思うので、とりあえずもう行っちゃうか。これ行きますわ。で、搭乗の時は一番最後に乗ろうと思います。ここでハプニング。なんだか三脚持ち込めねえと、マックス50センチまでだって言われて、自分の中のスタンダードといいますか、基本的には僕60センチまでだと思ったんですよ。これ55から57センチぐらいなので、日本ではあったり他の国、国際線も含めて一切言われたことないんですけども、今回はこれ持ち込めねえよということで、急遽これから機内預け、機内持ち込みではなくて自宅手荷物としてこれ預けます。ちなみにバティックエア LCC じゃないので、この部分はマジで助かってます。どういうこと？結局この札付けられて、あともう好きに乗っていいよってことでした。ちなみにゲート変更あったみたいで、危うく違うところに行くとこでした。初めて乗る航空会社、初めて使う空港、わからないことだらけ。本当にこっちでいいのかな、それすらも怪しいわ。ちょっと聞いてみます、本当にゲート変更あったのか。電波さん、Thank you。 ここで良かったみたい。なんだかもう案内とか一切ないから難しいわ。ちなみにこの飛行機ビジネスクラスもしっかりと用意されております。本日の先29の窓側になります。隣に駐機している機材もバティックエアの機材になりまして、これがインドネシアの特産バティックと呼ばれる織物あるんですけども、これの柄がここに描かれているのが特徴です。この機材全席モニター付きなんですけれども、クルーの方が普通に実演でやってます。もしかしてこれ見せかけのモニターで実際は使えないとかなんでしょうか。また後ほど上空に行ったら確認してみたいとも思います。周り見てもやっぱりバティックエアの機材だらけ、時々ライオンエアの機材もあるんですけども、これもバティック多いね。やっぱり
が冷えたんですけども、またすぐシートベルトサインがつきました。めっちゃ揺れてる。今日は結構揺れてました。雲が多いな。晴れてるところと雲が多いところの差が激しいですわ。またすぐシートベルトサインが消えました。本日の機材はボーイング 737-800 になっております。シートポッケの中、安全の仕様に入っております。上下の部分、これバティック柄です。この航空会社の名前の由来にもなったインドネシアの伝統的な生地の名前になっておりまして、そしてもう一つ、エチケット袋ではなくてドアドアパージャルナンインフォケーションカードと呼ぶんでしょうか、これが入っておりました。これ中見てみるとイスラム教、ヒンドゥー教、仏教、あとは中開いてみるとキリスト教のプロテスタントとカトリックのことが書いてあるのではないかと思います。あいにく私には全くわからない世界です。シーズピッチこんな感じです。見てください、悪くないですよね。日本の国内線と同じぐらいある程度のシートピッチ確保されております。 LCC ではないのでこれぐらいのシートピッチがございます。そしてやはりなんですけども、モニターどう頑張っても反応しません。ここに USB ポートがあるんですけれども、ちょっとどうやってみましょうか。果たしてこれ通電してるかどうか。残念ながらこのモニター正確で全く使えません。ここからバティックエアについて説明させていただきます。皆さんバティックエアご存知でしたか。僕はインドネシア来ることになって初めて知りました。なのでほとんど知識がないんですけれども、これから説明させていただきます。ちなみにこの航空会社、とあることで世界初の航空会社になりました。何のことか分かりますでしょうか。正解は世界初のLCC が親会社で子会社のフルサービスキャリアになるんですよ。なんだか不思議じゃないですか。普通逆ですよね。日本でも例えば日本航空があってジップエアがあってみたいな、そんな感じなんですよ。ちなみに ANA は上に ANA ホールディングスという会社があって、 ANA ウィングスのような形になっているので、 ANA はちょっとタイプが違うんですけども、日本航空を例に例えると日本航空が親会社でその子会社がジップエアって感じなんですけれども、なんだか不思議ですよね。この航空会社逆なんですよ。上にあるのは LCC のライオンエアという会社になりまして、この航空会社がインドネシアの LCC のおそらくナンバーワンの会社だと思うんですけれども、その航空会社の子会社がバティックエアです。なんですけれども、この航空会社はフルサービスキャリアになっております。預け入れの手荷物も無料でしたし、びっくりしました。他にはビジネスクラスも設定がございます。この航空会社2013年にできた航空会社になりまして、ライオンエアの機材をお下がりで譲り受けたものを使っているみたいです。なので正直結構この機材ガタが来てます。床もボロボロですし、決して綺麗ではないなっていう感じがします。そしてモニターがあるんですけども、どう頑張ってもモニター反応しません。 USB ポートも充電できませんし、やはりちょっとガタが来てる機材かなっていうところが正直な感想になっております。お、マジか。これから機内食が始まります。格安航空会社ではないですし、フルサービスキャリアなんですけども、日本であれば基本的に上級クラスじゃないと食事出てこないんですけれども、この航空会社はエコノミーでもしっかりと食事がついてくるみたいです。 Thank you。 ほら、機内食いただきました。びっくりよね。この中に入っているものが軽食です。これ開けてみると、これは何でしょうか。パンだ。パンです。中身は、温かいパン。もしかしてパンだけなのかな。ちなみに温かかったんですけども、バターとかあればいいんだけどな。そして他に入っているのがお水。これが無料でついてきます。おそらくドリンクのサービスはないのかな。このお水で代用しているのかもしれません。
それでは機内食いただきましょうか。まさか機内食出てくると思いませんでした。箱にはここライオングループということで、先ほどもお伝えしましたが、ライオンエアという LCC が親会社で、世界初親会社が LCC のフルサービスキャリアの航空会社、それがバティックエアになっております。裏面にはライオン航空のグループの会社が書いております。ここに関してはまた後ほどインドネシアの航空事情についてお話しするので、その時に一緒にお話しいたします。あ、これただのロールパンだと思ったら、ロティチーズソルティって書いておりました。なので中身しっかりあるパンでした。チーズが中に入っております。いただきます。めっちゃ口の中の水分持ってかれるパン。なので牛乳と一緒に飲みたいな。これ牛乳あったら最高にうまいと思う。味付け自体はチーズ、すごくシンプルです。ただ口の中の水分が持ってかれますのでご注意ください。ごちそうさまでした。チーズの塩気すごく良くて、口の中の水分は持ってかれるけども味は美味しいパンでした。ここからはインドネシアの航空事情についてお話ししようかなと思います。インドネシア一番大きい会社はご存知の通りガルダインドネシア航空になっております。唯一日本にも直行便が就航しております。他にもガルダインドネシア航空の子会社でシティリンクという航空会社がございます。この航空会社も預け入れの荷物無料で預けることができるみたいです。そして今回登場しているバティックエアの親会社であるライオンエア、2000年に設立された LCC ということで20年以上前からあるんですね。やはり日本は少し LCC 遅れてたんですけども、ヨーロッパや東南アジア、アメリカなどその他の地域では結構前から LCC が誕生しております。おそらく値段的にはライオンエアが一番安いんじゃないかなっていう気がします。ただ今回ライオンエア選ばなかったのは、手荷物20キロから25キロぐらいあるので、この預け入れの荷物の手数料を考えたら今回予約したバティックエアとほとんど変わらないんですよ。でライオンエア LCC ですので座席も狭かったり LCC ならではの部分もあると思ったので選びませんでした。他には同じくライオンエアの子会社でウィングスエアという会社がございまして、この航空会社に関してはプロペラ機が運航になっております。なのでそこまでの長距離線はインドネシア国内線の中でもこの航空会社は対応してないみたいです。預け入れの荷物も有料だったりだとか、飲食物も有料だったりとか、 LCC ではないでしょうか。他には新しくできた航空会社、離陸前にも飛行機いたんですけれども、スーパーエアジェットという航空会社がありまして、これもまたライオンエアの子会社になるみたいです。なのでライオンエアすごいですよね。いろんなブランドで航空会社持ったので、昔日本でも ANA、まあ、厳密には ANA ホールディングスの下に ANA ウィングスがあって、さらにピーチがあって、そしてあとは昔バニラエアがあってっていう状況だったんですけども、そんな感じに少し近いかもしれません。続きましてはおなじみインドネシアのエアアジア、この航空会社もご存知通り LCC になっております。シートピッチも狭かったりだとか、あとは座席、飲食物などなども有料です。他には独立系の航空会社でスリウィジャヤ航空というのがあるみたいです。この航空会社はフルサービスキャリアになっているみたいで、軽食も出るみたいです。そしてビジネスクラスは自宅やホテルまでの送迎サービスがあるみたいですよ。これすごいよね。エミレーツとかそういった中東系の航空会社のファーストクラスとかだったらこういうサービスあると思うんですけども、国内線のビジネスクラスでこういうサービスがある航空会社でなかなか面白そうです。他にはこの航空会社スリウィジャヤ航空の子会社でナムエアという航空会社もありまして、離陸の前確かその機材があったかもしれません。こちらは LCC になっております。そうこの LCC だけなんですよ。基本的にインドネシアってイスラムの国じゃないですか。なんですけれども、キャビンクルーの方誰も頭を覆うのかぶっか頭を覆うヒジャブ布をかぶってないんですよね。なんですけどもナムエアだけはヒジャブをかぶったクルーの方がいるみたいです。なのでインドネシアかなり島が多いので飛行機移動もかなりメジャーです。今度来たらいろんな航空会社乗ってみたいなという思いが芽生えてきました。以上航空会社の紹介でした。
シートベルトサインがつきました。今日このフライトトイレ利用する人率めっちゃ高いわ。常に後ろのトイレほぼほぼフル稼働、なんでこんなみんなトイレ近いんだろうっていうぐらいフル稼働のフライトでした。ちなみにフライト時間は1時間50分のフライトです。おそらくこの機材やっぱりお風呂の機材なんでしょうね。窓ガラスに無数の傷があるので油断するとこっちの方にピントが合ってしまいます。デンパサール到着いたしました。初めて来る空港です。ジャカルタ以外のインドネシア行ったことないんですよ。今回はバティックエアという航空会社を使いましてジャカルタからやってまいりました。特殊な航空会社でした。ライオンエアというインドネシア最大の LCC を親会社に持つ子会社のフルサービスキャリアです。なかなか珍しいですよね。なので世界初のこのような親会社が LCC という航空会社でした。LCC ではないので預け入れも20キロまで無料、 20.9 キロだったんですけども、特に何も言われませんでした。他には機内食も出たりだとかシートピッチも広い、フルサービスキャリアとして素晴らしい航空会社でした。運賃も1万3000円ちょっとということで、親会社の LCC ライオンエアよりは気持ち高いんですけども、手荷物のことを考えたら全然こっちの方が安いんですよ。なのでこの路線、他の航空会社も含めていろんな航空会社就航しておりますので、航空会社によっては手荷物無料有料というのがありますので、ライオンエアは有料だということと、20から25キロ分ぐらい必要だったので、今回はフルサービスキャリアのバティックエア選択させていただきました。ただ飛行機がオフルだったのでモニターが使えない、僕は使わないんでどっちでもいいんですけども、使えなかったりだとか、あとは所々ガタが来ているような機材ではありました。2時間ぐらいのフライトで、かつ今日は隣もその隣も誰もいなかったので快適に利用することはできたんですけれども、そう、搭乗率聞くのは忘れましたけど多分 90% ぐらい乗ったと思います。たまたま僕の列だけ1列左も右もいなかったんですけども、ほとんどそれ以外3人掛け全部埋まってました。なのでほぼ満席、 95% ぐらいの搭乗率ではあったんじゃないかなと思います。いろんな航空会社のいろんな便がある中でこの搭乗率ってすごいですよね。もちろん私のような日本人誰もいなかったですし、欧米人が何人かいたぐらいで、あとは現地の人なんじゃないかなっていうような感じではあったんですけれども、やっぱりバリはビーチが有名なので人気のリゾート地なんじゃないかなと改めて思いました。それで今回名古屋から出発した長い長い長い道のりも今回の目的地ここですので、一旦飛行機終わりになります。思い返すと長かったので、まだご覧いただいていない方、いろんな紆余曲折を経てここデンパサールまで到着しました。本当にいろいろと疲れる日々がありましたが、まあ、到着したのでよしとしましょう。それでは今回のフライトレビューの動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅行は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッターにそのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。